よ。僕いつも通りだもんな、これ。そうそうです。スターホースポケット。え、自分で決められるのそれ。まるで朝を楽しみです。あ、こんにちは、ゲーム動画で行こうです。何か用ですか？スターホースポケットやっていきたいと思います。前回G1 に優勝しまして、WBC へ、出走することになりました。皐月賞ダービーと2冠ですね。なので WBC に出て、この調子だと菊花賞を出して3冠を狙うという流れになるんじゃないかなと思います。というわけで、結果が出たようですので、WBC の観戦をしたいと思います。3番人気ですね。ただいまより投票受付をします。あ、ただ20丸2つついてますよ。あ、違うか、勘違いしてた。まあでも1つはついてますからね。実績は足りないのかな、まだまだ。本当ですね、全然チャンスあると思いますね。スタート。今年もまたここファーイーストで各国の名馬たちがしのぎを削ります。栄光の定石を刻むのは果たしてどの馬でやりましょうか。ワールドブリーダーズカップ、あ、ちょっと出遅れた。逃げ馬にとってはちょっと辛いな。まずまずといったところでやります。果たして先頭に行くのは早くも。あ、でも逃げ馬にしなかったんだ、この馬。素質が先頭に立ちました。その後ろ5馬身くらいやって、ピクンで先行にしてなかったっけ。ちょっと離されまして、ウィズアンティシペーション、だから前に行けなかったんかも。かわしていきました。外を通りまして、ちょっとミスったかな。6番ドルニア、6番手か。4番セントニコラスアビー、そしてその後ろから12番フリークランス、ギーフェアハート、1番シルバーステート、シンガリからサンクラシーク。もう一度前から整理しましょう。スピードも速いですね。先頭は依然として一作君の素質。差が開いて7番ポストポンド、ちょっと離れて2番ストラテジックチョイスでやります。ペースは速いのかな。ウィズアンティシペーション、ほとんどまた上がっています。気持ちよくはいってますね。怒涛の勢いでここまで駆け上がってきました。カタノサニブラ、今日も勝利をつかむか。それからドルニア、そしてその後ろからセントニコラスアビー、それからもう一頭グリークダンス、3番ギーフェアハート、1番シルバーステート、5番サンクラシーク、これがしんがりでやります。サンクラシークがゆっくり上がっていきますね。先頭はおなじみの逃げ馬イッサ君の素質であります。さあ残すは直線勝負、最高の舞台に駒を進めるのはどの馬か。イッサ君の素質、先頭なんか引き離してますよ。これポストポンド、ハタナサニブラも追い込んできた。一発二発とムチが飛んでイッサ君の素質が先頭だ。先頭竹豊と、あ、でも止まってきましたよ。来た、飛んできた。イッサ君の素質、先頭ようやく差を詰めてきた。お、これはかわせる。かわした。すごい。これで胸を張って SWBC へ行けるぞ。本当ですね。いや、こんなに強いとは。2000枚確保取得です。まさかの控える競馬でも実績上げましたね。
すごい。さあこうなると SWBC に行くしかないですね。やりました。この通り、もう負けなしを6連勝です。今ベスト体重が480キロですから、で出していきたいですね。強い、ほんと強いわこれ。農園で収穫できます。農園行ってみましょう。農園で収穫できます。プレゼントが届いています。三段ケーキなんていうのもありますね。あと3周放牧させましょう。それにしても先日の話なのですが、本当にね、そう、さあ難しいですね。三冠を狙うか、それともあの SWBC 出すかですけど、ちなみに天皇菊花賞がこのレースか。松茸がありましたね。元気ですね。いい感じですね。 SWBC もありますが、凱旋門賞もあるんですよね。本当も凱旋門賞を来年挑戦できるんで、ちょっと待ってください。凱旋門賞は1500枚、一方菊花賞が700枚だけど、何か用ですか。これって三冠取ったらなんかもらえるんかな。まあでも三冠がやっぱり良いと思うんで狙ってみますか。まあ、今回もエビナで行ってみましょう。ところで、気合十分ですね。いい感じですね。クエストを達成しました。ご存知ですか。さあこれもいい感じですね。スタートも良いしスタミナも稼いでます。人参ですけど、ケーキがちょっと気になりますね。ちょっとバレンタインもあったんで、ケーキをちょっと作ってみましょう。嬉しそうですね。
ケーキってどんどん使えるんだ。どんどん使っていきましょう。気合十分ですね。嬉しそうですね。今週はレースがあります。気合十分ですね。嬉しそうですね。何か用ですか？これで、おっと、そうなんだ。あ、見とけばよかったですね。ちょっと馬体重が足りないと出ましたね。菊花賞、行ってみましょう。いやー、ほんとすごいわ、これ。ゴールド、菊花賞は5人きいますけど、無敗の三冠馬達成の瞬間をじっくりと見守りましょうって出ますね。相手はでももうゴールドシップでしょうね。エタンダールは気になるけどな。ということで、12から。9も100枚。さあ、いよいよレーススタートです。いやー、楽しみですね。取れるかどうか。取ったらほんとすごいですよ。秋の夜に繰り広げられる3000メートルの重厚なレース。初めてなんじゃないかなと思います。果たして軸の大輪を手にするのはどの馬か。客室を変更できてないのが気になります。あ、変更したか。3000メートル。なかなかいいというわけで先手を取っていきました。先行グループからまず見てまいりましょう。12番カトノサニブラが行くのがどうかなと思いますね。9番エタンダールが上がってまいりました。ということでエタンダールに先手取られました。ダノンジェラートが並んでいっています。そして内からは4番ニューダイナスティ、外を通りましてアーデント、その後ろでやりましょうか。6番2番手です。3番プロイバタイ、そして最高峰ですね。2番ロードアクレイム、11番マウントシャスタ、内を通りまして8番スカイディムニティ、そしてしんがりからゴールドシップでやります。ゴールドシップは、さあもう一度前の方に戻ってまいりますと、先頭を行く9番エタンダール、3馬身リード、注目のカタノサニブラ三冠馬なるのかどうか。海老名騎手新競技はいかに。7番ユーキストロイヤ、それからもう1頭4番ニューダイナスティ、12頭が第1コーナーに向かいます。日本のブルボンを思い出しますね。競泳ボーガンがこう無理やり花を叩いて逃げて2番手から行って、それで最後ライスシャーに伝えちゃったんですよね。それから11番マウントシャスター、人も馬も一息つく第2コーナーです。内を通ってスカイディグニティ、差が開いてゴールドシップ。もう一度先頭から順を追ってご紹介しましょう。エタンダールがレースを引っ張るようになりました。それからサツキショー、そしてダービーを制したカタノサニブラ、悲願の三冠達成なるかどうか。この辺りちょっと離れているユーキソルジャー、そのうちに4番ニューダイナスティ、ね、まあ、他の馬も持ってないのかもしれないし、その後ろでやりましょうか。アーデント、そのうちからは6番ベールドインパクト、そしてもう一頭もう筋場のみがマイナスを取ろうかっていうのは嫌ですね。2番ロードアクレイムマウントシャッター、もう一頭8番スカイディグニティ、ゴールドシップじわっと上がっていく。ゴールドシップは最高峰ですね。まだ積極的に行きました。さあいよいよ三冠街道を通って、これから京都の直線。先頭行くのは9番エタンダール、外からはカタノサニブラ、来てますよ、ユーキソルジャーだ。ゴールドシップもやってきた。さあなんとか持ってくれ。外をついてユーキソルジャーが来ている。先頭エビナとカタノサニブラ、カタノサニブラがやった、三冠達成。2番カタノサニブラ、向かいの三冠馬の誕生です。獲得賞金は4000万円。しかもエタンダールを2着残った。
いやすごいですね。レベルも上がりました。本当ですね。もちろん参加なんか初めてですからね。もう三冠馬の称号をもとに目に走っていくことになるんです。そうですよ。まあそれ以上に馬連の配当当てたのも大きいですね。これでコインの量も相当上がりました。バンバン鍛えれますね。ケーキもゲットです。さて、あれ両方出せるようになってんのか。まあ SWBC 出しますけどね。なんだろうこれ、単独出走かける2。そうか、レースがもう SWBC のみ出すことができるんだ。はい、ひとまず放牧させましょう。次回が SWBC に出させます。どんどんまだ96周残ってます。120の24、5分の1いっただけです。なので、まだまだ走れると思います。これからです。2万枚ぐらいいければすごいなと思いますね。まあ、WBC など出してどんどん稼いでいきたいと思いますので、次回もよろしくお願いいたします。はい、いつものように説明欄にブログ、ツイッター、記載しております。またチャンネル登録まだされてらっしゃらない方もどうぞよろしくお願いいたします。そして、最後に流す関連動画、関連プレイリストの方も登録していただければ嬉しいです。それではゲーム動画でいこうでした。